犬が島はウェス・アンダーソンが監督、脚本、制作を務めた2018年のストップモーションアニメーション SF コメディ映画。第68回ベルリン国際映画祭のオープニングを飾り、アンダーソンは銀マ賞を受賞した。全世界で6400万ドル以上の興行収入を記録し、批評家からはアニメーション、ストーリー、 デッドパンユーモアが評価され、高い評価を得ている。第76回ゴールデングローブ賞、第72回英国アカデミー映画賞にノミネートされ、第91回アカデミー賞では、長編アニメ映画賞と作曲賞の2部門にノミネートされた。その昔、犬と犬嫌いの小林一族との間で戦争があったと、序幕で語られる。劣勢の犬に登場した。 少年侍は戦に参加し、小林一族の蝶を殺害するが、少年も亡き者になりその魂は祀られ、結局犬も小林一族に勝てず復讐を余儀なくされる。それから千年後、ウニケンメガサキ市では、犬の伝染病、ドック病と、スナウト病が蔓延し始め、社会問題となっていた。科学者である渡辺教授は、 ドッグ病を治す結成が時期に完成すると主張するが、小林市長はそれを無視し、犬をゴミ島へ隔離することを決める。最初にゴミ島へ送られたのは、小林あたりの飼っていたスポッツだった。そして、ゴミ島への隔離が決まって6ヶ月後、スポッツを探しにあたりは飛行機を使いゴミ島へ不時着する。そこで待っていたのは、犬のレックス、キング、デューク、ボス、チーフだった。 カッコ内は日本語吹き替え。2015年10月にアニメーション映画ファンタスティック・ミスター・フォックスを監督したアンダーソンはエドワード・ノートン、ブライアン・クランストン、ボブ・バーラバンが主演して犬に関する映画でアニメーションに戻ってくると発表した。アンダーソンは黒沢明、宮崎駿監督の映画ランキンベース・プロダクションズが制作したクリスマス用の ストップモーションアニメーションの影響を強く受けていると話している。セットの制作には670人のスタッフが携わり4年かけて作り上げた。ロッテントマトズでは255件のレビューに基づいて89%の支持率を示し10点中8.1点となった。いくつかの批評家はこの映画で描かれている日本に対してステレオタイプであるホワイトウォッシング 日本への配慮が不足している、英語至上主義などとして批判した。もちづき太郎によるコミカライズが、2018年5月24日、発売のモーニング、D モーニング25号にて連載。単行本は2018年8月23日、発売。ありがとうございます。